クロード・ビクトル・ペランは、ナポレオン戦争期に活躍した、フランスの軍人、元帥。ベルの公爵。クロード・ビクトル・ペランは1764年12月7日、ローレンヌ地方のラマルシュで生まれ、17歳の時に軍に入隊した。若年の頃に、軍規範を行い、軍務追放に処されたものの、すぐに復帰を果たし、持ち前の勇敢さと、人好きな性格で、 着々と階級を上げていった。1791年5月16日に結婚した。1793年、トゥーロン行為戦でひときわ勇猛果敢な働きを見せ、将軍、ナポレオンの目に留まった。その後、旅団長に就任した。1796年から1799年のイタリア戦役において活躍し、特にモンドビーの戦い、ロベレートの戦い、 マンチュア要塞法囲戦において、顕著な働きを見せ師団長に昇進した。1800年のマレンゴの戦いでも、重役を果たし、勝利に貢献した。その後、数年間、植民地ルイジアナの知事を務めた。1805年、レジオンドヌール・グラン・テグレ釈与を授与された。1805年から1806年の間は、デンマークの全権大使を務めた。また、 この時期に再婚を果たした。1806年に始まったプロシア戦役ではランヌ、率いる第5軍団の参謀としてザーフェルトの戦い、イエナの戦いで活躍した。1807年にはドンブロフスキー率いるポーランド兵士団、大陸軍第10軍団の指揮権を与えられた。さらにベルナドットに代わって、大陸軍第1軍団の指揮を取り、 フリートラントの戦いで顕著な働きを見せた。この活躍によりナポレオンから帝国元帥に任命された。1807年にティルジット条約が結ばれるとベルリン総督に任命された。1808年ベルの公爵となる。同年に勃発した半島戦争では第一軍団を率いてマドリードを占領した。しかし、 1811年のバロッサの戦いで、停滞敗北を起死した。ロシア遠征では初め東プロイセンに配置されたが、後に、救援のために、スモレンスクに移動した。1812年、ロシア遠征対客船における、ベレジナ川の戦いにおいて、顕著な働きを見せた。1813年から1814年の対外戦役でも、一定の活躍を見せたが、 1814年のモントローの戦いで大幅に地産したことにより、日頃から倹悪となりつつあった皇帝との友好関係は破綻した。彼はあらぬ疑いをかけられ、誹謗中傷を繰り返された。同年、指揮権をエテエン・ヌ・ジェラルドに譲り、ブルボン家へ倶楽会した。1815年、ナポレオンがエルバ島から脱出すると、ヘントへ逃れて、ルイ18世に合流した。 7月8日、国王と共に帰国。8月17日、貴族に劣せられ、9月8日には、この江軍参謀長に任命された。ミシェルネー元帥の裁判では、死刑判決に票を投じた。1830年、7月革命が勃発し、国王が変わると、以降は疎まれ、不遇な余勢を送った。ナポレオンの古くからの戦友で、トゥーロン好意戦で、 若きボナバルト将軍に出会い多くの戦いを共に戦った。陽気で人好きのする性格から華麗なる太陽と呼ばれ多くの兵士から慕われたが、その細かいことを気にしない性格からナポレオンとは不仲であった。ありがとうございます。